関西大学学社会学部教授内田隆史意見書、えー、解放同盟から訴えられてんでいろいろ書面が届くんですねでそれに私も反論しないといけないんですけどもこれ何かっていうといま、えー、だにブラック差別は根強くてだから全国ブラック調査みたいなものを公表すると差別につながるという。 風に学者が言ってますという、まあそういう証拠なんですね。解放同盟から出された。ただ、この内田竜士っていう人は、解放同盟の関係団体のブラック解放人権研究所の研究員ですし、で、関西大学っていうのは、ブラック地名相関買ったところなんでね、解放同盟に球団されたんで、言ってみればもう身内なんですよ。だからこんなの客観的な意見でも何でもないんですけども、 ただそれを抜きにしてもねなんか社会学ってこんなもんなんかなと思ったんですよえ。インターネット上における部落のイメージの一例って言って、えー、この内田さんが監修した ABEMATV の「W の悲劇」のテレビ番組でまあ部落問題取り上げたんですよね。でそれを それがヤフーニュースになったらもうボロクソなコメントがいっぱいついたっていうまあそういう話なんですけどもブラックのイメージっていうよりあんたの番組に対してボロクソに言われたっていうだけなんだろうっていうふうに思うんだけども例えばねエセドアが原因なんじゃないのかなブラック差別のあとはブラックだけ学校にクーラーがついてたとか現代のブラックのイメージや汚れとかよりも解放同ムのヤクザのイメージが強いとか。 あとは、風化させりゃいいのになんで蒸し返すんだっていう、まあそりゃそうでしょっていう意見ばっかりなんですよ。それがまあブラック差別が根強い証拠って内田さん言うんだけども、まあちょっと頭おかしいですよね。だって書いてあることは番組への感想ですしね。うん、それに別にブラックをそのものを誹謗中傷してるわけじゃないですが、単純にこれ解放運動とか、うん あと、同和行政がおかしいって言ってるわけですよ。で、実際おかしいんだから、それはこういう意見つきますよねっていうだけの話で。で、身内の人間なんだから、差別が差別がじゃなくて、内田さん、お前反省しろっていう話なんですよ。だけど、反省もしないで差別だ差別だって言ってるあたりで、ちょっともう闇を感じるっていうか、ね、やっぱ解放同盟に、審判の人ってもう精神的におかしいんだなっていう。うん、学者としてもおかしいんだけども。 その部落差別がね深い根性としてこういう都道府県がやってる意識調査ですねで、この意識調査って2つ問題があるんです一つはもう雑なんですよハ八地市って部落とか同和地区っていう括りでじゃあそこにねそこの人と結婚したいですかとかそこに住みたいですかっていうことを聞くとまあ嫌だとかまあそういう答えが返ってくるからまだ 差別がね、深いっていうふうに、内田さん言いたいんでしょうけども、ブラック担保をご覧になるとわかるんですけども、解放運動も同和行政もしなかったけれどもね、完全に経済状況が豊かになって、党の住民も周りの人もブラクだっていうことを知らないか全く意識してないっていうところいっぱいあるわけです。この前担保した伊勢原もそうじゃないですか。で、そういうところがある一方で、 例えば八尾のね、西郡みたいに診療所のロビーがね、水平同盟って、童、ま、話、あ、団体に占拠されて、事務所みたいになってて、もう外から見ても,もう異常な状況が分かるっていうところもあるし、でつい先日、えー、伊賀市でね、議会で共産党が問題にしてたけども、八幡町の公営住宅の駐車場が、ただみたいな値段で、地元の解放同盟と自治会に貸し出されていて。 本来は払わなくていいような駐車場の料金を地元の人が払って、それが解放同盟や自治会の収益になってるとか、なんかそういう話も出てく、出てきてるわけです。いまだにあるわけですそういう問題がね、特定の部落では。 でさらにあの「美濃虫人生」っていうね草津の神殿に移り住んだ人のブ,グブログあるんですけどもなんかプラクミンが支配するこの町はみたいなことでボロクソに書いてあるんですよ。まあ、それはそこの自治会のねお金の使い方とか、まあ、自治会の会長が世襲で身内で固めててそういうのおかしいんじゃないかっていう話なんだけども、うん、でそういうのをまあボロクソな言い方はするんだけどもちょっとまあ地元の人に聞いてみたらねなかなか古くから住んでる人はそういうことに対して 対して言いにくいんだけどもよその人はね、えー、状況を見てあれこれあれこれ、まあ、言い方はきついけども、うん、そういうことも言いたくなるのはわかるっていうふうに地元からもおっしゃってましたよだからまあ、部落に限らずね地域地域問題が抱えてるところもあるんですだから極端な話じゃあそういうところの人間とは付き合いたくないとかね結婚も含めてあるいは住,住みたくないっていうこともまあ当然あり得るわけです ただそれを部落全般だっていう風に一般化してしまうと差別だいうことになるのかもしれないけどもじゃあそもそもこの意識調査自体がおかしいじゃないですかもう一般化した状態で、ね、質問して結果を集計してるわけだからどこどこの地区がじゃなくて部落全般童話地区全般っていうことで意識調査してるんで非常に。 その大雑把な結果が出てくるわけです。で、それでブラック全体に偏見があるとか言われても、それはそういう意識調査をした人や、いやそ,のその結果をどう、どうだ、こんな結果が出たぞって言ってる人の方が、そのブラック問題を一般化して考えてるじゃないですか、個別のブラックっていうのを見ずに。だからそういうところはおかしいと、一つはね。で、もう一つは、そもそも、ブラックに対する情報というものが与えられていない。まあ、こんなふうに、童話問題を知らない人っていうのがね、 どこの地域でも1割2割いるっていうことなんだけどもでも本当の意味でね童話地区とか部落っていうのは何なのかブラック民って何なのかっていうことを理解してる人は1%もいないでしょ日本に僕だっていろんな部落回ってやっと全貌がつかめてきたんですからだからそういう状態で意識調査やってもそ正しいというか意味のある結果が出るとは思えないんですよあの想像上のことで 答えてるかもしれない、えー、上原義弘さんっていう作家ね「ねコリアンブックとかいう本に書いてあるんだけども面白いことやってるんですよね。韓国に行って、えー、白鳥ペクチョンって言いますね現地だとそれ。ペクチョンっていう韓国の被差別身分がいて。 そういう人と結婚したいですかって言ったらもう嫌だっていう答え返ってくるわけです韓国の人からでもそもそも,もう韓国ってそういう家系図とかいい加減だったしで、まあ、日本に一時期併合されてで朝鮮戦争もあったりで誰がペクチョンの子孫かなんてそもそも分かんないわけですだからそこでじゃあペクチョンと結婚したくないっていうような答えが返ってきてそれは差別なん,なんて言っても全く意味のないことなんです その想像上のペクチョに対して差別してるってことなんで、だからブラック問題と同じで、想像上のブロック、ラック、例えばもう山奥にあって近親結婚を繰り返してとかね。 もう最底辺の生活をしてとかあるいはもう解放同盟の異常な浅田理論に洗脳されて何かありゃ差別は差別は何癖ついてくるとかそういう想像上の人物を頭に思い浮かべて結婚したくないとか住みたくないって答えてる可能性も高いわけですよ。まあ、実際そそううういいい人人多と思ます考えて答えてて答るがだけどそもそもね歴史的な意味でそういう先民と系譜のある人でもそのことを知ってるって っていいう人はほんと少ないですよで、仮にじゃあ自分がブラ民クミンだっていうふうに思っててもねそれを人に対して自分ブラ民クミンだっていう人はもっと限られるんですほんとねたまたまね、えー、その人は旋民の子孫だっていうふうにね分かる人がいたと大磯町の大直橋さんみたいにだけど実際会ってみたらただの気のいい湘南のおっちゃんなわけですね。するとその部落って 民と結婚したくないとかそういうふうに思ってた人がじゃあ実際ねもう本間者マジ者のその先民の子孫の人に会った場合にその考えを貫くとはとても思えないわけです。だってもともとのね想像でしものを言ってたわけですから実際にその現実に直面したことがないわけですからだからそういう意味でその意識調査というものが現実の行動に直結してるとはとても考えられないわけですよ。 そしてねもう学者としてこの人どうなんだって思ったのがこの結婚差別についてですねそのブラック出身者との結婚についてブラック差別による結婚 差別が生じない社会は問題にししなないを選択した人が100%ににるる社会である問題にする人がいる限りその数が多かれ少なかれとか書いてあるんだけどもそんなことあるわけないじゃないですか僕は説明した通り確実に問題のあるいは想像上のことで答えてる人しか人がいるかもしれないわけですねいるかもしれないとか確実にいるわけですよほとんどの人はブラックが何なのかって分かってないんだから。 だからそういう状態で嫌だっていう人がまあ何パーセントかいたって全く意味がないことだしあとそもそも問題としてねこれも人権問題とか研究する人間としてあるまじきことだと思うんだけども人間は工業製品でもないし企画品でもないわけですよだいたい1割くらいの人はもう生涯に1回はちょっと精神病発症するって言われてるしでもでその陰謀論とか振りまく人はいっぱいいるわけですよ人間ってそんな理性的な人ばっかりじゃないですから。 で現実の世の中にはもう犯罪もあるしね世界には戦争もあるし人間ってパーフェクトなものじゃないわけで100%なんてありえないわけですよだからありえない目標を掲げるっていう時点でねもう学者としてはもうこの人もう完全に失格なんです教授っていくら肩書きがついててもねまあなんで教授になったのかわかんないけどねだからこんな人を教授にするような社会学っていう学問はおかしいんじゃないかなと思うんですよね 理系の場合はおかかしなことを論文に書いいたららバレちゃいますからねそれこそおぼかたさんみたいに再現実験されちゃうともう一目瞭然ですから。でやっぱしその理系の学問っていうのも会社とかの利益に直結するし医者なんかだともう命に関わってくるわけだからそんないい加減なことを書くこと許されないんだけども社会学っていうのはこんなねもう学者としてね こんなダメダメな頭のおかしな人間が教授になれるんですなと思いました。なんかすごくこう哀れなものを感じました。ということで、まあ解放同盟の雇用学者とでも言えばいいんです。レベルの低い意見書を見た私の感想です。えー、それではご視聴いただきありがとうございました。